姉さん、それで足りるのか？これで十分だぞ。いつでも最大のパフォーマンスを出せる体を作っておきたいんだな。食事はそれなりに気をつけているんだ。それなりに？それだけしか食わなかったら俺なら確実にぶっ倒れるぜ。だいたい毎日毎日あれだけトレーニングしてるんだぜ。ガツガツ食っても問題ねえだろ。ノエルだって俺らより全然軽い練習メニューなのに最近はそれなりに食ってるんだぜ。僕食べ過ぎ？別に私はみんなの食事にまで口を出すつもりはないぞ。ただ私はみんなを指導する立場だから手本になれる自分であるべきだと思っているだけだ。いやいや、手本にするにはストイックすぎるだろう。真似した日にはノエルあたりは死ぬぜ。死ぬ？バカを言うな。大事なのは日々の積み重ねだ。ノエルもうちに来たばかりの頃とはわけが違う。今では随分体力がついた。私の真似をしたくらい死ぬわけがない。本当？もちろんだ。このまま積み重ねていけばいずれは私と同じように日に50キロのロードワークも難なくこなせるようになる。いや、そうはならねえだろ。まったく、どういう生き方をしてきたら姉さんみてえな人間が出来上がるんだ。生き方か。確か葵さんはご両親が軍人さんだったのですよね。自分に厳しい生き方はご両親の影響もあるのでしょうか？確かに両親の教えは大きいかもしれないな。誰かを守れる強さを身につけろというものです。だがその強さは命を預けられる人間の命令によってしか使ってはならないとも。厳しそうなお家ですね。前にトレーニングも子供の頃からしてるって話してましたけど、もしかして戦闘技術も親から叩き込まれてたのか？いや、両親が私に課したのは基礎体力の向上だけだ。幼い私には戦闘技術を律するには早いと判断したんだろう。それはそれでガキ相手にすげえ考え方だな。じゃあ葵の戦闘技術はどこで？私はここへ来る前北米の PMC に所属していた。戦闘技術はそこで身につけたものだ。はい、北米で抑止に恵まれまして、狙撃をはじめ一通りの技術はその人から教わりました。お師匠さんはどんな方だったのですか？高い戦闘技術を持ちながら自分を厳しく律する人だったな。特に力をどう使うか、何に役立てるかということについて高い理念をお持ちだった。私の力に対する考え方をずっと高いレベルで体現されていた。今でも尊敬しているよ。お師匠さんって何歳ぐらいの方だったんですか？年齢は40代だったと思うが。見た目はどんな感じなんです？40代っていうと渋い大人の男性って感じですか？まあそうだな。金髪で褐色の肌で顎ひげを蓄えていて眼鏡をかけていて一的な印象だった。細身だが極限まで引き締まった高密度の筋肉を維持していて、40代でも私よりずっと身のこなしは鋭かったな。最終的に筋肉の話になるんだな。え、お師匠さんかっこよくないですか？ん？お？そうだな、かっこいい生き方をされていたと思うぞ。いやいや、そういうことじゃなくてよ、生き方も考え方も尊敬できて見た目までかっこいいときてよ。おまけに手取り足取りいろいろ教わったとなりゃ、こうなんかなかったのか？何かというと？例えばの話だがよ、古巣の仲間とみんなでパーティーに出る。
みてえな話になって、姉さんがドレスアップした姿を師匠が見て、まだまだ子供だと思っていたが、葵、君は立派なレディーだ、みてえな。ああ、そういう話か。何もないよ。師匠は尊敬はしていたが、そういう目で見たことはないし、向こうもそうだったと思う。そうですか。大体こんな筋肉質の女にドレスなんて似合わないよ。え？ん？あの、絶対そんなことはないと思いますよ。え？俺もそう思うぜ。姉さん顔立ちは結構イケてるし、鍛えてるからスタイルもいいしよ。葵ならドレスもかっこよく着こなせそう。いやいや、日頃メイクも薄めですから、ドレスアップしてバッチリメイクすればびっくりするような美人に。待て待て、そんなことは。ちょっと失礼しまして。あ、なんだクロエ。皆さんの見立ては当たっていると私も思います。もう、だが、こんな筋肉質なのにドレスは。引き締まった体だからこそ映える着こなしはありますよ。アスリートの方が素敵にドレスアップした姿を見たことはありませんか？うん、葵さんもああいう感じになると思うのですが、一度試着されてみてはいかがでしょう。それはぜひ見てみたいです。へえ、いいんじゃねえか。いつもと違う自分を発見するってのは悪くねえ体験だと思うぜ。僕もちょっと気になる。エミリオさん、シティにおすすめのドレスショップはありますか？任せろよ。俺の知識がグルメ情報だけじゃねえってところを見せてやるぜ。さすが、頼りになります。ちょっと待て。社長まで？よっしゃ、決まりだ。なんなんだこの展開は。こういうお店初めて入る。いいお店ですね。こじんまりした店だが、フォーマルからパーティードレスまで何でもござるさ。悪くねえだろ。これは期待できます。なんだかワクワクしますね。あ、いえ、こういうことも経験だと思いますので。お待ちしていました、エミリオさん。あ、早速だがドレスの試着とメイキャップを頼むぜ。どちらの方？姉さん、出番だぞ。ああ日頃は誇り高き戦士だが、戦士が休日にドレス着たっていいよな。もちろんですとも。だが本当に私に似合うドレスなんてあるかな。なんだ。なるほど、ご自身の魅力に気づきでないですが、私には見えます、原石のまばゆい輝きが。原石だよな。やっぱあんたのところに任せて正解だぜ。ではドレスを選びましょう。ああ。エミリオさんはこちらのお店とはどういうご関係なんですか？この店はもともとはあそこのじいさんとばあさんが長年やってて、俺の育ての親みてえな人と顔見知りでな。こじんまりした店だが品揃えはいいし、長年の経験もあって評判はいい。だが後継ぎがいねえってことで、先々店を畳む話が出始めてよ。で、
さっきのスタッフはスタイリストの資格とか持ってて、前はテレビ絡みの仕事をしてたやつなんだが、勤めてた会社が潰れてバーで管巻いてる時に知り合ってな。じゃあエミリオさんがこちらのお店に紹介を。話してみたら真面目なやつだったし、腕がいいことも分かったんでちょうどいいと思ってな。じいさんばあさんともいい塩梅にかみ合って今はうまくいってる。エミリオさん、そういう面倒見がすごくいいですよね。いいやつ。ほっとけ、たまたまそうなっただけだぜ。でも古くからのお店が存続できることにもなってよかったですね。まあな。あれ、いや、あそこでタキシード着てるやつ、地元企業の御曹司だぜ。宣伝でメディアにバシバシ出てたぜ。見覚えねえか？そう言われると、私も見たことがあるような。皆さん、お待たせしました。どうよ。どうか皆さん、その目でお確かめください。では、葵さん、こちらへ。どうもハイヒールは慣れないな。葵さん、お顔を上げて堂々となさってください。こうか。まあ、これは、はあ、マジか。どうだ、やっぱり似合っていないと思うが。何言ってるんです、すごくいいですよ。葵、綺麗。素敵です。ドレスもとても似合っています。メイクとも合ってますよね。派手すぎず地味すぎず。ええ、ドレスもメイクもシックレスも花があって、葵さんの本来の良さと引き立て合っていますね。葵さんという素晴らしい素材を最大限に生かす方向で仕上げてみました。お見事です。いやいや、ここまでとは思わなかったぜ。もういいだろ、そろそろ写真を撮りましょう。え、いいですね、せっかくの姿ですから。なんだか恥ずかしいな。では私が撮影しますから皆さんご一緒に。これは永久保存版ですね。僕のデータベースにアーカイブを。勘弁してくれ。ほら姉さん、そんな下向いてねえでよ。胸張ってキリッとした顔で写ってくれよな。では撮りますよ。はい、チーズ。全員動くな！俺たちはそこの御曹司に用がある。抵抗しなければ他の奴には何もしない。僕に？何？あんたの親父さんからちょいと身代金をもらおうってだけだ。おとなしくついてくりゃ悪いようにはしねえよ。そこのあんたらも床に伏せな。おらおりゃ。えい。ぼ。本蔵氏を人質に。
怪我はありませんか？はい。びっくりしましたね。警察に通報しますか？店の品物にも被害はねえな。はい、ありがとうございます。天井に穴が開いちゃったけど、それくらいで済んでよかったですよ。あなたは警察が来るまでおとなしくしていてくださいね。はい。何か？あなたのお名前は？私はライジングサンミリタニーカンパニーのことぶき葵です。葵さん、なんて強く気高く、そして美しい人なんだ。まるで戦いの女神だ。ん？葵さん、どうか僕と結婚してください。ドレスアップしてたしな。女神とか言い出す気持ちもわかるってもんだ。命を救われたわけですし、いつもの葵さんでもプロポーズされていたかもしれませんよ。そんなことはないと思うが。姉さん、どうするんだあれ。実は昨夜彼から連絡を受けた。うっ！この方はなんと？一度会ってきちんと話がしたいそうだ。葵、結婚するの？まさか。私に結婚の意思はない。でけえ企業の跡取りだぜ。一応玉の輿ってことにはなるが。興味はない。まあ姉さんならそうなるか。じゃあどうするんです？今夜お会いしてはっきりお断りするつもりだ。葵さん、大丈夫でしょうか？大丈夫って？御曹司の人、すごく情熱的な感じだったので、会って話すと断りづらくなったりとか。まあ心配するのはちょっとわかるぜ。姉さん、色恋沙汰にはまるっきり疎いからな。御曹司さんもどんな人柄の方なのかまだはっきりとは分かりません。直接お会いして話した結果、考えが変わる可能性もないとは言い切れませんね。よう、ノエル、ちょいと頼まれちゃくれねえか。何？姉さんと御曹司の喋ってるところハンプティで聞けねえかな。悪いことだとは分かりますが、さんの言うことにも一理ありますし、あの方がどんな人なのか確かめた方が。そうそう、これは色恋に免疫のない姉さんを守るためだぜ。難しいところですね。葵さん、来てくれてありがとう。普段のあなたはそういう服装なんだね。ええ、これがいつもの私です。そして仕事では戦闘服に着替えます。戦闘服？銃器を扱い、しばしば危険な現場に身を置いています。率直に言います、あなたと私では住む世界が違う。なるほど。少し歩きながら話しませんか？あなたは住む世界が違うと言うけど、僕には今のあなたもとても魅力的に見える。恐れ入ります。僕を守ってくれた時のあなたは惜しくも美しかった。その印象は今も変わらない。守られるような男は嫌いかな。私は誰かを守れる強さを身につけるために今まで鍛錬してきました。だからああいう暴力をねじ伏せるのは私の領域です。でもあなたは企業の跡取りだと聞いています。経営者として会社を守ることは
私が身につけている強さとは違った強さが必要なんだと思いますが。僕が守られるだけの男じゃないと。私とあなたの戦場は違うということです。あなたの戦場というのは？仕事の都合上言えないこともありますが、ただ一つ言えるのは、私の仕事はたくさんの命を守るためにあるということです。あなたの強さはその仕事のために？はい、私の強さは誰か一人を守るためではなく、大勢の人間を守るためにあります。そしてこの強さと私の命は、信頼できる人間に預け、その人の判断で使われるべきものです。信頼できる人間に？私にはこの力を活かせる場所がすでにあります。命を預けるべき信頼できる人にも出会えています。私はこれからもその人の下で役目を果たしていきたい。だからあなたの求婚には答えられません。叶わないな。そうか。でもそういうことなんだな。そういうこと？実は僕は政略結婚をさせられそうになっていてね。そうなんですか。うん。結婚相手は自分の意思で選びたいって思っていたけど、あなたの話を聞いていたらいろいろ見えてきた。政略結婚も会社を守るための僕の役目なんだな。それは。そして僕もいずれ会社を継げば、たくさんの人間を預かる身になる。僕はその人たちが安心して働けるよう、信頼される人間にならないといけないんだな。あなたがそれに気づかせてくれた。迷いが晴れた。ありがとう。な、握手してもらってもいいかな？ええ。僕は僕の戦場で頑張ることにする。どうかご武運を。あなたはやっぱりかっこいいな。最後に、あなたのような人に恋ができてよかった。あなたの武運も祈っています。ありがとうございます。彼が振り返らずに手を振りながら離れていく。なんだか下手な戦闘より疲れたな。だがちゃんと話ができてよかった。さて帰ろう。明日社長やみんなにもきちんとお断りしたと伝えて。の？待て、あのそーっと遠ざかる丸い影は。でしたね。まっすぐ迷いなく。御曹司も意外とまともだった。もっと軽い感じかと思ってたんですけど。でもあの人も大変ですね、政略結婚なんて。でも姉さんのおかげで腹が決まったみてえだし、よかったんじゃねえか。まっこれで玉の輿は不意になったわけだけどよ。玉の輿がどうしたって？うわっ！まったく何をやっているんだ。社長やクロエまで一緒になって。大変失礼いたしました。これはお前の発案か、エミリオ。ああ、やっぱりちょいと心配でよ。私も後押ししちゃったというか。ノエルもこんな話をホイホイ受けるな。お前とハンプティの力は使うときは慎重な判断が必要だ。簡単に使っていい力じゃないぞ。はい。明日は全員ペナルティでロードワーク増量だ。ぐえ、マジかよ。マジかよじゃない、主犯が文句を言うな。まったく、しっ
かりしてください社長。私の命はあなたに預けているんですから。